もこママです。こんにちは。今日はもこちゃんのお手入れをしたいと思います。足の爪伸びたでしょう。もこちゃんですよ。いつも見てくださってありがとうございます。感冒期になったらしくて毛がいっぱい抜けます。お手入れしていきます。暑いのでこれつけてますが、うるさいでしょうか。ごめんなさい。よいしょ。こんなに伸びてたんだね、もこちゃん。ごめんね。1,2,3,4。 ごめんね。おどかした。ごめんね。よいしょ。ほら、チョキン。もうちょっと切ってもいいかなっていう時にはもう一回ちょっと。よし。ちょっと手入りすぎちゃった。入りすぎた。おお、親指から抜けない。ちょっと髪の毛が邪魔。この小指がこれか。で、ごめんね。いつもあなたの爪を切ってあげてるでしょ。信じなさい。血が出たとしても大したことはない。ね、もし血が出たら、消毒だけしてあげれば、すぐに血は止まると思います。思いっきり深く切らないように徐々に切っていくことを心がけてみてください。一気にぐさっと切るんじゃなくって、上の方からチョキ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 、この辺かな、でストップするように。大丈夫でしょ、お母さんが切っても。可愛い？大丈夫よ。大丈夫。毛が入っちゃってるでしょ、こう。こう。こういう時はちょっとね、こうやってね、こうやってね。ほら。ほら、こう。取れた。ね。甘えてるんだよね。じゃあ次はね、毛をちょっときれいにしてあげようかな。もう感冒器みたいでね、すごい抜けるんですよ。だから舐めて、こう舐めてくれてる、これお礼なんですよ、舐めてくれてるの。お礼ね。だから舐めてくれてる子。ペロ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 ってね、お礼してくれてる。ありがとう、もこちゃん。あ、嬉しい？そうかね。あら、そうなの。こんな感じで取れました。
すごい舐めてくれてる。ちょっと待って。ほら。ね、お子ちゃん。舐めてくれてんの。ありがとう、舐めてくれて。ありがとね、まこちゃん。よいしょ。抜けた毛は取りたいね。ムズムズするでしょ、抜けた毛があると。お腹の方もちょっとね、見せて。あら、またあなたここ、おトイレで寝ちゃったの？こう、黄色いよ、ここらへん。ららららら。猫ちゃんとしたことが。は毛玉がないからね、串がさささっさと通るけど、毛玉がある子はさっとはいかないと思うね。猫ちゃん、この串一本、これは飲み用なんですけど、毛玉がない子は痛がらないんで。普段からこうやって取ってあげるようにすると毛玉ができないと思います。あとね、短い毛の子はね、毛玉なんか何なのっていう状態だと思うんですけど、長い毛の子だけなんですよ、この毛がね。長い毛の子だけ毛玉ができるから、短い毛の子は関係ない話です。舐めてくれてるむこちゃんがありがとう、本当嬉しい。お母さん痛かった、ごめんね、舐めてくれてるの。むこちゃんかわいすぎ。舐めてくれてる。ありがとう、もこちゃん。下ペラ見えたかな。おしまい。猫ちゃん綺麗になりました。バイバーイ。はい、今猫ちゃんはサラサラです。サラサラでしょ？